3番目の記憶。昔あるところに恋人を亡くした一人の魔法使いがいた。彼が求めたのは死者を蘇らせる禁断の秘宝。両軍を犯す者に降りかかるのは薬剤のみと知りながら、何故人は求めるのか。人知を超えた魔人の力。吹きすさぶ風は砂を巻き上げて、またいた旅人の行く手を阻む。旅の道つれは微笑の楽だ。丘を乗り越えて町へと向かう。魔法のランプが欲しくはないか。彼は男が持ち出した条件を飲んだ。ランプをこすると魔人が現れ、三つの願いを叶えてくれるという。願い事を一つ譲るという条件で、彼はその在処を聞き出した。そのランプは南西にある洞窟に封印されているという。片足が悪いという男の代わりに、彼は穴の中へと降りた。下には大きな空洞、冷たい空気が背筋をかすめる。洞窟の奥には怪しい祭壇、黄金のランプと古びた絨毯。ランプを手に取ると洞窟が崩れた。ランプ早くこっちへよこせ。そして彼は願った。吹きすさぶ風は砂を巻き上げて、またいた旅人の